い、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうね。昨日タチウオを釣った人おめでとう。歯には気をつけろよ。今回の見どころはこっちゃね。今回の動画もね、長いみたいだけど、まあ最後まで見てくれたら幸いだな。それではどうぞ。おはようございます。早いな絶対寝坊して来ないと思ってます。1投目いきます。来た？へい、さすが。ボトムを感じながらやるんですか？もう2匹目すげえ爆笑じゃないですか。どこらへんすか、やっぱりどこらへんすか。食べそい、あ、流す感じ。うん、巻いてくるんですか、ゆっくり。あ、巻かないで。あー、はい、あー、なるほど。巻かないでゴロ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 転がす感じ。へえ、これでラインを取って、あー、転がってますね、確かに。たまにアクションで長さ引きやった。フィッシュ、フィッシュ、フィッシュ。おー、引く。あ、ブルーギル、やった。ブルーギル結構大きいね、これ。綺麗ですね。綺麗。ダーン、ナイスフッキング。イエー、綺麗、すごく綺麗。16センチぐらい大きめです。そういうことですね、魚種が増えるとかですあそこ可能性あるんですか。よし、来た、よいしょ。あら、あ、かかってた。かかってた、かかってた。おお、ヒューヒュー、ギルかな。引き合わせだ、やめて。ヒヤダーン。はい、このこれです。スイングインパクト3インチ、ブラック。ブラック系は初めて使います。果たして釣れるのか。おお、来たか、来た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 。流れが強いか分かんない。ダブルヒットじゃないですか、師匠。イエー、ちっちゃいけどダーン。負けてしまった。さすが、潮がでかい。ちっちゃいというか、当たりがよくわかんないですね。きたー、フィッシュ。もう来た？はい。爆笑じゃないですか。ナイスサイズ。入れるところ教えてくれますか？ありがとうございます。ありがとうございます。どこに入れますか。師匠の教えを守れば釣れるっていうのが証明されてるんで。はい、あれね、はい、あそこにタイトに落とす。
タイトに落とせ。いいか、もうちょい奥、奥行きがあるんですよ。あ、来たか。あそこにぶん投げてもいいですよね。いや、あそこから流してつかないと見つけてもいい。あー、重いぞ。かかった？あ、かかってる、かかってる。ラージのスモールマウス、違う、ラージのラージマウスのちっちゃいやつ、ドガーン。楽しい。来た、よいしょ。ちょうどこんな感じです。フグか、フグ。これ来た、来た、すげえな。到着しました。ちょっと行ってみましょう。ここは初めてだな。フィッシュ、フッフッ、キャー、イエー、うわ、息がいいね。よし、ダン。そこにいましたね、よどみに。はい、今度はシャープ3、敵の進化 5g。シャカです。ちっちゃいですね。3匹目。ダーン。シャープウェイダー履き替えて。あー、いいな、川の音。せせらぎ最高。この辺は岩盤だから。あー、岩盤なんですね、ここ。岩盤の上に藻がちょっとある感じ。ああいうとこ。わー、すんげえ釣れそうな雰囲気。あ、これトップでもいけそうな気がしますけどね。夕方いいかもしれないですね、ここ。時間帯関係なく、やっぱ際だね。際、なるほど。よし、着いた。アブシャカです。あら、アブシャカ、アブシャカです。イエーイ、ドン。ラージですね、ラージ。トラック釣れるな。シャカ道とちゃんとしたあの境目で釣りできたら最高だったんですけど、レインズ。いいとこ行った。当たった。アブシャカです。イエーダーン。こんなちっちゃいのいんの。やば、俺初めてこんなちっちゃいの釣ったの。アブシャカも釣れますね。黒の方が反応良かったかな。ちょっとあっちの方が行ってみたいと思います。アブシャカです。でもちっちゃいですね。当たってるか。当たってる。アブシャカ、アブシャカです。アブシャカです。おおおおおおお、なんかいっぱいいるな、ここ。アブシャカ、あそこ岩の縁結構います。わらわら、来た来た来た。まあ、ちっちゃいですけどね、20センチないぐらい。ラージですね。スモールはまだ釣れないですね、こっちの。変わらず5匹目。ダーン。
みんな帰れないのか。ラーメン食いに行くんですか。でかいのもいるんでしょうね、きっとね。来た来た。あ、本当そこから歩けるんだ。いいですね。うん。来た、フィッシュ。入れ食いじゃないですか。しかもさっきよりでかい。ラージかな。さっきよりサイズアップ。ダン。釈迦堂とちゃんとしたあの境目で釣りできたら最高だったんですけど。通りですぐそこですかね。だからあそこ通ってましたよ。そこそこ。待っていつ来よ。まあバサを自信して。あ、徐々に深くなってきたね。タメ子。でこっちがアブクマ。こっちが釈迦堂ですよね。行きます。一投目。ちょうど真ん中ですよ。なんかもうあっちか、なんかあっちの奥にいそうだね。そう、奥にいそう。交流部じゃなくて、ね、そんな感じで知ってました。ちょっと上がったの。そう、あとあの今明るいから端っこの方にいそうですね。真ん中じゃなくて。際にいるかどうかだね。そうですね。じゃまず釈迦堂側寄りの際を詰めましょうか。このど真ん中やっぱ鳥に狙われるから骨だろ。なるほど。気持ちいいですね。ウェーダー入ってなんか入ると、うん、気持ちいい。冷たくて。当たった当たった。やっぱ縁にいるんですね。来たか。来た。釈迦寄りのバス。やっぱ縁ですね。いいとこ行った。来た。わー、今かっこいい。さすが電光石火の実力。すごいな。当たってる。おお、食わせましたね。これがねプロの技術だよ。すげえドヤ顔、今日ガン決まりでしたよ、メンタルが。これだよ、やっぱ。奥の方にキャストですね。いないか。はい。いないな。行きましょう。今飛ばす構ってる場合じゃない。そうですね。来たか。来た、フィッシュ。釈迦です。やっぱ来ましたよ。さあ今度はアブ寄り。当たった。よいしょ。よし来た。アブ寄りフィッシュ。ラージですね。飛ばす。なんかなかなか早いですね、こっちね。もう引っかかりますよ。いただきます。今日はどうでしたか。釈迦堂とアブクマ。まあそれなりに。どういう印象でした。アブクマの方が大きいですかね、魚。たまたまですかね。たまたま。たまたま。合流地点もいいですね、そこね。ウェーダーがあればいろんな釣りができそう。どうやっても釣れる。